中年オタッキーです。今日もね、Vlog スタートはなしです。もうちょっと撮ってる暇がない。結構ね、時間に、ね、追われております。もう、コメントのね、編集も全然できてないんですけどね、もうちょっともうしばらくお待ちくださいという形になりますが、そんなわけで今日はね、このカメラで紹介していきます。はい。はい、このカメラ。二眼レフカメラですね。アルペンフレックスのね、これ1型になるみたいですね。非常に古いカメラでして、その割にはなかなかいい写り、をしました。まあまあその理由はいろいろとあるんですけどもね。そんなわけで今日はね、この二眼レフカメラアルペンフレックスのね、作例を交えながら紹介をしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、このアルペンフレックスの1型なんですけどね、八葉光学という会社が、製造していたカメラになります。で、八葉光学さんはもう、現在は廃業していてもありません、残念ながら。でね、非常に写りがいい理由としましては、これね、八葉オプトコ、アルポ、ね、7.5cmF3.5 っていうね、レンズが搭載されているんですけどね。これね、3枚玉、トリプレットのコピーでしょうね、おそらくね。で、この、八葉光学という会社がどういう会社だったかというと、それまで、このカメラを作るまではね、ニコンのレンズの製造の下請けをしていたということですね。で、レンズのね、製造は、まあ言うたら、ノウハウがあって、わけですね。で、アルポっていう自分とこのレンズを作ってカメラも作ろうじゃないかっていうことで、この二眼レフカメラの製造を昭和27年にこの1号機でね、始めたみたいなんですね。で、シャッターユニットはね、オリエント2っていうね、あんまり聞き慣れないシャッターユニットになりまして、シャッタースピードはね、200分の1秒から1秒バルブまでというですね。で、200分の1秒でとりあえずシャッター切ってみましょうか。シャッターチャージはね、この上のレバーをカチッと引いて、ここがシャッターボタンになります。こんな感じの可愛い音ですね。で、ガバナーはどんな感じかっていうと、まあ、ガバナーはもうお馴染みの音ですかね。こんな感じでね、1秒までね、ガバナーがあります。スローシャッターになります。あとはバルブですね。絞りは 3.5 から最小絞りは22ということで、一応400ぐらいのフィルムでも日中で対応できます。これ200分の1までしかね、シャッタースピードがないんで、苦しくはなるんですけどね、今回はね、ドリームロコモティブさんに以前提供いただいた、ホルガの400。これ多分中身はね、なんだっけ、ホマパンになっていくと思うんですけどもね、現像するときにね、緑色のね、液体が出ましたんで、多分ホマじゃないかな。で、アリスタとかも同じ中身になるんじゃないかと思うんですけどもね、そのホマの400、おそらくホマの400、ホルガーのね、フィルムで撮ってきたんですけどね、400のフィルムで、まあ、シャッター付きの200でも十分撮れるということですね。で、ファインダーはね、ミノルタとかと比べたらもう歴然として暗くなります。状態もあんまり良くなかったといえば良くなかったですけどね。これね、今天井のね、蛍光灯を見てますがね、こんな感じですね。まあ夜なんでね、もう今他の景色はちょっと厳しいですね。うん、ピント合わせはね、このルーペを引っ張り出して、この中の指を突っ込んでね、ルーペを引っ張り出す。ちょっともう、なんて言うんですか。簡素的なものになりますね。ちょっと洒落た機構とかはついてないです。このファインダーを起こすときだけこの爪をキュッて引っ張ったら一応ファインダーは起きますね。で、赤窓合わせになります。このカメラは一応赤窓合わせになるんですけども、スタートアップ、スタートマーク式のカメラも一応あるみたいです。八葉光学さん、このアルペンフレックスさんはね、7種類ぐらいの二眼レフカメラを製造しているんです。で、裏蓋はね、もう本当に簡単に開いちゃうんですよ。こんなんでいいのかっていう。これをね、開けるともう開いちゃうんですけどね。こちらにフィルムをセットして、こちらにスプールをセットして巻いていくんですけども、まあ、フィルムをセットしたらもう蓋をいきなり閉じちゃって、
で、この赤窓で1が来るまで巻きます。で、もう何もありません。もうボタンも何もありません。シャッターを取って、切って写真を撮ったら、また2になるまで巻く。この赤窓の中のカウンターが2になるまで巻く。その繰り返し、一番原始的な、二眼レフカメラになりますね。でね、もう見た目はね、非常に綺麗で、これ状態がかなりいいですね、このカメラ。非常に大事にされた、カメラになると思いますね。で、まあ、ここからはね、ちょっと作例を、紹介していきます。今回ね、まともに写ってたのが8枚しかなかったんで、ちょっとゆっくりめに。12枚撮れるんですけど、多重録音とかね、未録音とかがありまして、一応自家現像でね、初めてね、ブローニーの自家現像まともにうまくいったかな。ここからは作例紹介になってまいります。はい、作例ですけどね、スクエアの写真になってしまうんで、このように正方形の画像になります。ちょっと端っこが白くなっているのはね、あのスキャンの時に光が入り込んでしまったものになると思います。写りはね、やはりね、トリプレット、これ以前紹介したプリモフレックスもね、トリプレットだったんですけど、十分な解像度が出ていますね。で、多分ですけども、強い光にはもう絶対反応できないと思って、強い光では撮ってないです。で、この写真だけがね、ちょっと16対9に、アプリが勝手に認識してフレーミングしてしまいましたが、まあ、フォーマットがでかいんでね、十分な画質になってます。で、これはね、一応75ミリで、まあ、遠くの雪山を撮ったんですけども、遠すぎて全然ダメですね。こちらはちょっと夏っぽい景色になっているんで撮ってみましたが、まあ、十分な画質、快調、いい感じに撮れております。これはちょっと、前ピンになってしまいましたが、400のフィルムということあって、まあ室内でも十分撮れましたが、75ミリでね、開放はちょっと厳しいものがありましたね。最後の、これが最後の写真になりますけど、最後の写真がまあベストショットで言えばベストショットになるかな。物撮りとしてはいい写真になったと思います。はい、このカメラなんですけどね、まあ、シャッタースピードが200までしかないっていうのと、赤窓合わせということでね、非常にその、まあ、勝手が、使い勝手が悪い部分は確かにありますが、まあ、以前ね、そのトリプレットでカラー写真、撮ってきました。トリプレットのコピーね、プリモフレックスで撮ってきましたけど、発色は十分いいということで、このカメラのレンズもね、まあ、その辺は大丈夫だとは思います。で、このカメラのね、特徴、何が特徴かって言ったらね、中古相場がめちゃくちゃ安いんですね。人気がないと。そんなわけでね、だいたい1500円ぐらいで動作品を入手することが可能になってくると思います。でね、レンズが多少カビていても簡単に清掃できます。よいしょ。これね、あ、もう一丁開けるんだ。落っことしてなくさないから怖いっていうのはありますけど、これね、もう本当にメンテナンスが簡単でね、もうこの2つのね、ネジを緩めただけでもうレンズ全部出てきレンズが全部出てきます。で、これはね、あのビューレンズですけど、テイクレンズはね、一番後ろの玉は裏側から、一応アクセスすることになるんですけども、シャッターをバルブで構えるとね、内側のバルブでね、内側吹くとなんとかメンテナンスできるんで、本当にこれね、一番表のね、ネジ2つ回すだけでレンズをね、全部清掃できます。簡単にね、あの、アクセスできるんで、あ、ちょっとずれちゃった。いや、まあそんなわけでね、簡単にメンテナンスできます。シャッターの粘りとかがないことを確認すればね、レンズが多少汚れていても、まあ、買っていいんじゃないかなと思います。どうせね、コーティングは大したコーティングされてないと思うんでね、カビてたら思い切ってカビキラーで落としちゃいましょう。コーティングがあったとしてもね、どうせ大したコーティングないんで、もう逆光はバリバリにフレアが出ますんで、もう逆光はもう諦めて、順光で撮るカメラになると思いますね。で、二眼レフカメラね、やってみたい、やってみたいけど、ちょっと高いとか、
そういうことをね、思ってる方はね、このカメラ非常に安いですし、メンテナンスも比較的容易なんで、シャッターが粘ってないこと、絞りが動作していること、これだけ確認すればね、自分でメンテナンスして、使えると思います。まあ、シャッター速度はちょっと遅いんですけどね、結構絞りが22まで絞れるんで、今回400のフィルムで撮りましたけど、まあ全然問題ない写真になっておりますのでね、そこはまあいいんじゃないかなと思いますね。まあ写りはね、さすがね、あのニコンさんのね、下請けでレンズを製造した会社だけあって、写りはいいです。で、これでね、このカメラでね、いろいろ、チャレンジしてね、いろんな写真を撮って二眼レフの腕を上げるっていうのもいいでしょうし、まあアンティークな置物としてもね、非常に、魅力的です。そんなわけで安いですしね、このカメラ、一度ね、まあ出物は少ないとは思いますが、出てもね、売れないんでね、安く転がってるんでね、ぜひそこは購入して、チャレンジしていただければと思います。まあブローニーのフィルムがね、もう売れ筋じゃなくなってるんですけど、35ミリでも売れないのに、ブローニーなんか全然売れないんで、で、ブローニーのフィルムがどんどん消えていっています。そんなわけでね、もう今のうちだけしかできないかもしれないし、みんなで買い支えていくという意味でも、この安い二眼レフでぜひね、中盤写真にチャレンジしてみてほしいものですね。目立ちますよ、ほんで。お年寄りからも声かけられます。はい、今日のね、カメラ紹介はこんな感じになっていきます。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、のりかずさんの作品投稿からですね。お疲れ様です。エクタ100の現像が返ってきましたので投稿します。エクタに合わせたレンズですが、色のりがいいだろうということで、ミノルタを選択。レンズコートの影響ができるだけ少なくなるように60年代のロックオールにしました。今年の桜は休みのたびに雨だったので、晴れた日の写真が少なくなってしまいました。1枚目タイトル桜と赤い鳥、2枚目タイトル緑のトンネル、カメラ SRT101、 レンズオートロックオール PF55mmF1.8、 フィルムはコダックエクタ100ということですね。よろしくお願いしますということで、作品なんですけども、これ見事な発色改造、素晴らしい写真になってますね。いや、なかなか赤がものすごく鮮やかに撮れております。で、2枚目なんですけど、2枚目もね、緑の発色がね、素晴らしい色になってますね。やっぱりエクタ100があるとリバーサルいらないかなって感じもしてきましたが、フィルムの値段がね、富士のリバーサルより高いんですよね。フェルビア100とかより高いんで、ここはまあ微妙ということですけど、まあ、現像が早いんで、エクタ100。難しいところではありますが、見事な、写りに、間違いないです。はい、のりかずさん、ありがとうございます。次がね、トンブリさんかな、ドンブリさんだ、ドンブリさん、すいません。中年オタッキーさんはいつも楽しく動画拝見しております。先日私の写真を紹介していただいた、オタッキー様が以前ご近所に住まわれていることを知りました。驚くとともに親しみを深めた次第です。そうです、近くなんですね。それはともかく前から一遍使ってみたいと思いつつ、ちょっとマニアックなオーラにビビって敬遠していたコンデジ、リコーの GR デジタル3を中古で入手しました。試し撮りと神戸森林植物に出かけたですね、中途半端な時期でお目当てのアジサイをはじめ、花はほとんど咲いていませんでした。ところが帰ってきて家の近所で家内と散歩してたら、さっきれいに咲いたアジサイを発見。東大元暮らしですね。ということで、2枚とも GR デジタル3で撮影しました。なんというか、すごく率直な描写をするカメラですね。人気がある理由が分かりましたということなんですけど、2枚なんですけどもね。これね、まあ、本当にもう忠実な写りということですね。GR3 って確か換算28ミリぐらいのレンズで、やや広角に写るということで、2枚目の方がね、非常にね、これ大体分かりますけどね、三田幹線の近くですね、これね。まあなかなかその場所が分かってしまうような写真ではありますがね、あと光がもうちょっと2枚目欲しかったかな、2枚目の写真すごくいい写真にはなっておりますね。はい、どうもりさん、ありがとうございます。次がね、これは LP500S さんでいいのかな。おたきさん、こんばんはです。フォトスキャンで転送しました。カメラオリンパスペン F ブラック、レンズは 40mmF1.4
高いやつだ。フィルムがコダックの200、多分絞りが 5.6、250分の1です。潜水鏡を撮りました。沈下鏡を撮りましたということですけど、写真なんですけどね、まあ、ハーフカメラということで、ハーフカメラらしく縦構図。これね、潜水鏡って言ってね、大雨の時はね、沈んでしまう橋なんですけどね、私が住んでいる徳島県にもね、たくさんこの潜水鏡があって、徳島県はね、日本一潜水鏡が多い県なんですけどもね、これね、なかなかね、見れない景色ということで、風情があっていい感じです。ね、色のね、色がちょっと淡白に映ってるのが面白い感じですね。コダックだったらもうちょっと色のりするけど、光の加減だったのか、それともフォトスキャンの影響かなって感じですね。はい、LP500S ありがとうございます。次はサムライジャパンさんから2枚かな。春に入れてたフィルム、やっと現像に出してくれて、もうコロナ禍なんでしょうがないですけどね。タイトル1枚目は芽吹き前。2枚目はね、サンセット。厚だかなこれ、カメラはねニューキャノネット G3、QL17、富士クロームベルビア100で撮影してたってことですね。で作品なんですけどもね、これね、中田師匠も言ってたんですけど、このね QL17G3 ってやつですね、もうすごくね、リバーサルがいいということで、僕も撮らなきゃいけないなと思ってるんですけど、僕のはちょっとレンズにダメージがね結構あるんですね。で2枚目なんですけど、2枚目も非常に良い発色で写っております。絞りがね、絞りバネが5枚であるがために、星型のねフレアが発生しておりますが、これがまたいい感じに写っておりますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。なかなかいい感じですね。次がね、ペプさんからの投稿ですね。中年おたけさん、こんにちは。ファーストインパクト、ペプです。作品投稿します。先日初めて単体露出計を購入したので、露出計を撮影してみました。それまではスマホのアプリで露出を測っていました。撮影はニコン F2、フォトミック。レンズはニッコール 55mmF1.2。フィルムはエクタクローム、100です。3話のフィルムスキャナーでスキャンして何の加工もしていません。富士フィルムのデジタルサービスも良いと聞くので今度試してみようと思いますということで、写真なんですけどもね、エクタ100リバーサルフィルムでね、露出計を捉えておるんですけど、雰囲気めちゃくちゃいい写真ですね。これ光がないんでね、リバーサルフィルムということで、どうしても色温度が上がった感じになってちょっとモノクロチックになってますけど、それがまたねいい味を出しておりますね。ピントは本当にね露出計の数値のとこにドンピシャで合っております。これなかなかいい雰囲気だと思いますので、この写真ちょっとね作品投稿コーナーのタイトル画面に採用させていただきます。光がないリバーサル写真もね、場合によってはこういう味のある写真になってくるんですね。これは3話のスイルムスキャナーの影響も多少はあると思います。いい、面白い色で出ましたね。はい、ペプさんありがとうございます。作品投稿のコーナーはここまで、ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、ヒデさんさんの投稿ですかね。前回の F2 参考になりました。素人ではわからない情報も提供いただきありがとうございます。シャッター音の残響音のことですね。今回は満を持して、ヴィランダの登場です。高質な音がお気に入りです。よろしくお願いしますということなんですけどね。言った。これミランダね、私も欲しいんですけど高いんですよね。ミランダのカメラってなんであんな相場高いんだろうと思って、まあ映りがいいからなんでしょうけどね。音はね、まあ、標準的な音な、結構ね、そのもっと変わった音かなと思ったらね、しっかりした音っていう感じになりますかね。はい、ヒデさんさんありがとうございます。次はね、セロ引きのヒーくんさんからの投稿ですね。オタッキーさんこんにちは。俺のカメラコーナーに初めて投稿します。今回投稿したカメラは左からローライコード2型、レンズはトリオーター、真ん中はローライフレックス 3.5 で、レンズはテッサー、右はローライロード V 型、レンズはクセナーです。ローライ3兄弟と呼んでます。この3台は60年から80年前のカメラですが、信じられないくらい素晴らしい写りをします。
他にも 35mm 版フィルムカメラを複数台持っていますが出番が減ってます。いつか、作品投稿のコーナーにも投稿したいと思っていますということなんですけどもね。これね、あのローライはね、そのローライフレックス、が高級機だったんだ。ローライコードが売り、ローライコードは新しいものなんかな。まあ、テッサーのレンズがね、乗ってる、まあ、クセナもいいでしょうけど、が高級機になるんですけどもね、まあ、普及版でもローライはローライなんですね。やはり写りがいいと。まあ、二眼レフカメラっていうシステムをね、発明したのが、まあ、ローライなんでね。まあ、そんなわけで、まあ、悪いわけはないんですけどね。で、まあ、今回も紹介しましたけどね、アルペンフレックスも紹介しましたけど、まあ、基本的にはね、ローライの真似なんですよね。もう、寸法から何か、構造から何か、全部真似なんですけども。まあ、これはね、ドイツがね、敗戦した時にね、持っている特許をすべて放棄させられたと、戦時賠償ということでね。それで世界中のね、工房とかもうメーカーがね、ドイツのカメラのコピーを作りまくったんですね。そんなわけでね、もう、まあ、戦争さえしなけりゃなって感じなんですけど、まあ、それはヒットラーさんに文句言うしかないんですけど、ローライのね、カメラね。まあ、未だにね、二眼レフカメラといえばやはりローライ。まあ、それはレンズが素晴らしいからということですね。まあ、海外の、国内のね、二眼レフカメラでもね、レンズは十分秀逸になっておりますので、まあ、安く楽しむんだったら国内のメーカー、こだわるんだったら、まあ、ドイツのカメラかなって感じになっていきますかね。まあ、ピントの合わせやすさとかは、ローライには絶対勝てません。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。二眼レフカメラということで、今回の動画はあんまり再生されないとは思うんですけどね。まあ、好きなんでやっていきます。で、次回はね、ようやくね、取り上がったこのカメラで、これね、キャノン F1 ですけど、これでね、以前、高橋のカメララボの高橋様からいただいた、北村のね、ロモグラフィーのね、メトロポリス東京、というフィルムをね、装填して、写真撮ってきました。で、ちょっとね、もうカメラの北島さんでね、現像したんですけどもね、もう本当にね、驚いておりました。このフィルムいい感じで撮れるんだね、と。いうことでね、ちょっと次回の、動画はこうご期待。かなりいい写りをしております。いい写りっていうか、特徴的な写りになるかな。まあ F1 のね、F1 のオーバーホールした、環境の F1 で楽しく撮ってきました。そんなわけで、次回の動画は、その中にお楽しみということですね。今日の動画最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録の方ね、ぼちぼち増えていっております。5000名を目指して地道に頑張っておりますので、まだチャンネル登録してない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、コメントの方ちょっと滞っておりますがね、なんとか時間を見つけて、コメント全部返していこうと思っておりますので、コメントどんどんお寄せくださいませ。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、今すぐポチッと押していただければと思います。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。